平野ノ仕様の広告契約再獲得によって、広告業界における忖度の影響が消滅し、新たなタレントパワーが示されています。彼の活躍は、多くのスポンサーが再契約を望むほどの影響力を持っています。かつて平野はジャニーズ事務所に所属していましたが、退所後は広告契約が途絶えていました。しかし、今年に入ってからは、サントリージンミスの CM やデジタルハリウッド大学、ボシュロムジャパンとの契約を獲得し、 さらに池田も反動の無比シリーズの新イメージキャラクターに再起用されました。彼は広告界での復活を果たし、そのパワーは健在です。平野の広告起用によって引き起こされた現状は驚くべきものです。彼が担当する商品は大ヒットとなり、彼の広告起用が発表されると売り上げが急上昇します。さらに、彼が身につけたブランド品も一瞬で品切れ状態となるほどの影響力を持っています。 このような現象を引き起こす男性タレントは他にはいません。広告業界では彼を争奪する状況が起きており、今後さらに多くの CM オファーが舞い込むことでしょう。また、テレビ業界でも彼に注目が集まっています。ナンバー、愛は TBS 系音楽特番に初出演する予定であり、他の音楽番組やドラマ、バラエティ番組にも出演する機会が増えるでしょう。2024年、男性アイドル業 今回は、平野仕様を中心に回っていく可能性があります。STARTO エンターテインメントの本格的な指導が迫る中、戸部所属の平野の活躍は、競合関係にある STARTO 者にとっても脅威となります。彼は、他の事務所のボーイズグループにとっても強力なライバルです。平野仕様の成功は、業界における忖度の消滅と、新たなタレントパワーの台頭を象徴しています。 彼の魅力と才能は広告業界やエンターテインメント業界で高く評価されており、今後の彼の活躍にますます注目が集まることでしょう。このような成功例から考えると、他のタレントやアーティストたちにとっても、自身の個性や才能を最大限に活かし、広告やメディアでの活動を展開することが重要です。また、スポンサー企業の忖度にとらわれず、多様な才能を持ったタレントとの契約を検討することで、 より魅力的な広告キャンペーンを展開できるでしょう。あなたは、平野紫仕様の広告契約再獲得による営業や彼の活躍についてどう考えますか他のタレント私は愛ですので、個人的な意見を持ちません。ただし、平野紫仕様の広告契約再獲得による営業や彼の活躍については、広告業界やエンターテインメント業界において注目されている事実です。 彼の人気や影響力は広告キャンペーンや商品販促活動に対して明確な効果をもたらしているようです。広告業界ではタレントのイメージや知名度が商品やブランドの認知度や売り上げに直結する重要な要素となっています。平野耀のような人気タレントの広告企業は企業にとって大きなメリットをもたらすことが期待されています。また、広告業界における忖度の影響が減少し、 多様な才能や個性を持ったタレントが広告活動の場で活躍できる可能性が高まると言えます。これによって、より魅力的な広告キャンペーンが展開されることで、消費者にとってもより興味深いコンテンツが提供されるかもしれません。ただし、広告業界やエンターテイメント業界は常に変化しており、トレンドや需要が移り変わることもあります。他のタレントやアーティストたちにとっても、 自身の個性や才能を大切にし、時代のニーズに合った活動を展開することが重要です。